こんにちは、ウォッチ買取応援団団長です。本日は2019年視聴数ランキングということで、ウォッチ買取応援団で2019年にアップした動画、一体どんなものが多く見られているのか、どんな動画が人気だったのか、そこをですね、ぜひ皆さんにお伝えしていきたいなと思っております。私もですね、そんなにまだ確認してないので見ながら喋っていきますけどね、ぜひそこを一緒に皆さんと共有できたらなと思っておりますので、また本日も最後まで楽しんでいただければと思っております。それでは行ってみましょう。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。さてさて、じゃあ見ていきますけど、チャンネルのページを開いていただいて、動画のタブですね、ここを見ていただくと、皆さんも多分ご覧いただけると思います。並べ替えで人気の動画順っていう風にしていただくとですね、どんな動画が見られているのか、見られている順にザンと並ぶわけでございますが、1位からね、順を追って見ていきましょうか。1位はですね、何が見られていたかというと、開封動画ですね。青サブ、例の青サブの開封動画でございます。こちらが11万回視聴されているということで、いや本当にありがとうございます。すごいね、たくさんの方に。箱を開ける動画なんですけどね、ただ単に箱を開けながら私が喋るっていう動画なんですけど、すごく楽しんでいただいたみたいですね。これはいろんなコメントも、本当にいろんな意味でいろんなコメントもいただいておりまして、そわそわヒヤヒヤしながら見ていたんですけれども、結果楽しんでいただけたので非常に良かったのかなと思っております。そして次ですね、ロレックスの販売価格のまとめですね。2位のものが6月、そして5位のものが、9月にまとめたものになります。2019年6月ってロレックスの販売価格がもうピークで高かった時期なんですよね。なんで皆さんやっぱり気にされてた方が多いのかなと思いますね。デイトナとか300万円近かったですもんね。超えてた時期もありましたよね。また今そこに迫る価格で上昇してますけどね、届くのかどうかというところだと思いますね。そしてそこからですね、一気にガクッと下がっていくわけですけど、それが9月なんですよね。で、9月が多分今年一番安かったと思います。いろんなモデルで見てみましたけど、9月の谷が一番深かったモデルが多かったですね。なのでこのピークに高かった6月、そしてピークに安かった、ピークと言わないですね、一番深いところで安かった9月、ここの販売価格が2位と5位で見られているということで、それぞれですね、10万視聴と8万4000視聴ということで、いや本当にありがとうございます。そしてですね、見られているランキング3位と4位に入っているのがニュース動画ですね。3位の方がロレックス購入制限を設けるの巻みたいな動画です。これはですね、2019年11月、本当に先月ですよね、先月の1日に発表された内容で、ロレックスの一部のモデル購入制限がかかりますということでした。それを正規店の方でちょっと確認させていただいて、どんな内容なのかまとめたものになっております。皆さんね、これはご存知の方が多いのかなと思いますね。実際どうなんでしょうね、あれ。ツイッターとか見てると、購入できましたみたいな報告増えている気がしますけどね。実際効果があったんでしょうかね、購入制限によって。それで変えてるのか、単にたまたま変えたのか、ちょっとその辺はわかんないですけど、効果があるのかな、どうなんでしょうね。もう少しちょっと様子見たいですね、ここはね。で、そして、4位の方がですけど、これがバーゼルの、昨年じゃない、2019年3月にお送りしたバーゼルの新作発表の動画ですね。ロレックスの新作、ヨットマスターの 42mm が出たんですよね。その 42mm ホワイトゴールドの、ブラックベゼルのものがアイキャッチになってるやつですけど、これまだ実物私見てないんですよね。どうなんですか、見た方いますかね。 42mm のヨットマスター結構大きく感じますけど、どうなんでしょう、見てみたいな、これはぜひね。あとはね、 GMT マスター2の青黒が出たりしましたよね。あと、そう、シードエラーのコンビが出ましたよね。この間予想動画でそのコンビが成功したから金ムク出るんじゃないかみたいなこともお伝えしましたけど、シードエラーの金ムクの、コメントをくださった方がいましたけどね、脱臼するぐらい重いんじゃないかみたいな、確かにそう、その通りだと思いますみたいな。で、そんなやりとりありましたけどね。ちょっとここもね、面白かったですね、やってて。3月、また3月ね、2020年3月、3月じゃないですね、バーゼル、5月か。4月の末から5月にかけてですね。なので、そこはまた予想ではなくて、あり次第2020年はまとめていきたいなと思っております。そしてですね、今ざっと見た感じ、ロレックスがほぼほぼ上の方にいるんですよね。
5万回以上再生されているものでいうとほぼほぼロレックスなんですけど、そこに食い込んでるものが2つあって、1つがセイコーの機動戦士ガンダムのコラボモデルですね。プロスペックスで新しく出たリュクスラインっていうモデルになるんですが、これスタートダッシュですよね。機動戦士ガンダムとのコラボをしたことによって一気になんか知名度を広げた気がしますね。やっぱり根強い人気だと思います。ちなみに機動戦士ガンダムとのコラボモデル、ガンダムモデルはもう売り切れてないということなんですけど、ザクの方はまだあるみたいですね。なんでまだ狙ってる方はザクの方だったら手に入ると思いますね。ガンダムはちょっと難しいかもしれないです。はい、そんなところです。そしてですね、5万回以上再生されたもので言うと、もう一つロレックスの中に食い込んだのがバシュロンコンスタンタン56の開封動画。やっぱり開封動画なんですね。皆さん好きですね、開封動画。まあね、私も結構好きで、他の方が開封する瞬間っていうのはよく見るんですけどね。なんかこう箱を開ける瞬間ってワクワクしますよね。人のものだったとしてもなんかね、一緒に開けてる気になるというか、やっぱり友人の買い物に付き合う瞬間って楽しかったりするじゃないですか。その感覚があるのかなと思いますね。なのでまた、まあこういう機会があったら撮っていきたいと思うんですけどね。まあうちのメンバーでいうと次はタグッチが買うのかなって勝手に思ってますけど、はい、今目の前でニヤニヤしてますけどね。はい、まあ、と言いつつ、またね、もしかしたらハチさんとか私が買うのかもしれないですね。まあ、そこはご期待いただいてというところです。はい、あとはそうですね、まあランキングで見ていくとやっぱりロレックスが上位の方に来ちゃってますけどね。食い込んでるもの、あ、これとかいいんじゃないですか。漆黒ブラックウォッチ特集ということで、まあ、レコメンド動画ですね。これは黒い真っ黒な時計を集めて特集した動画なんですけど、これ見てない方ぜひご覧いただければなと思うんですけど、まあ、なんかやっぱり最近主流というか、技術の発達、素材のバリエーションの豊富さというか、まあいろんな素材が今増えてきたことによってブラックが一般的になってきましたよね。やっぱりブラックって加工するの難しかったんだと思うんですけど、 PVD だったり PVC だったりいろんな方法があるんですけどね、どうしてもこう傷で剥げちゃったりするんですよね。っていうところが、まあ、だんだんなくなってきたのかなと、改善されてきたのかなと思うので、まあ、ここはぜひね、見ていただいて、まあ、もちろん実物見ていただくのが一番ですけど、お店に行く前にぜひここ見ていただいてですね、どんなモデルがあるのかチェックしていただけたらと思いますね。これ結構これ軽い気持ちで作ったんですけどね、こんなに見ていただけるとは思ってませんでしたね。これは非常に嬉しいです。はい。まあ、なんかね、まあ、こうやって今見てますけど、まあ、そろそろまとめますけど、見て欲しかった動画がやっぱりこうやって上がってきてるものがあると嬉しいですよね。まあ、この中で言うとやっぱりニュース系っていうのは皆さんに見ていただきたいものなので、やっぱりその上位に食い込んでる3位4位あたりのもの、ロレックスのニュースですけど、購入制限だったりバーゼルのニュースだったり、この辺はすごくやっぱりお伝えした甲斐があったなと、早急にまとめた甲斐があったなと思いますね。片や一生懸命作ったはずなのに、はずなのな、もう独りよがりなのかもしれないですけどね、一生懸命作ったのに再生回数が思ったほど伸びないみたいなのもやっぱりあってですね、まあ、それはまたちょっと、年末ですね、年末にそれをまとめた動画っていうのをちょっとやりたいなと思っておりまして、まあ、そちらはこうご期待ですね。これは、田口とハチさんと私と3人でまたお送りしていきたいと思うんですが、それぞれ見せたかった動画ランキングみたいなのをやろうと思っております。まあ、ちょっと楽しみじゃないですか。ね、それぞれやっぱり立場が違うので、立場というか動画に対するその立ち位置ですね。私は団長という位置でやらせていただいてますけど、やっぱり演者というところがメインになってきますし、あとは時計のチョイスであったり、まあ、あと台本であったりとか、そういうところを中心にやっぱり力入れたんだけど見てもらえなかったよねみたいなところをお送りしていけたらと思っております。まあ、あとはタグッチでしたら編集の立場でですね、ここ編集力入れたのにもっと見てみなさんみたいなのを多分まとめてくるのかなと思うんですけどね。まあ、そこをまた面白がっていただければなと思っております。はい、ということで、まあ、ぜひですね、まあ、今日は視聴数ランキングということでお送りしましたけど、まあ、気になるものがあったらぜひ今からでも覗いてみていただければなと思っております。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。